皆さんこんにちは。今日はですね、この XKK110 を、OpenTX で設定するというのをやってみたいと思います。皆さんご存知だと思うんですが、ヘリコプターの設定ってすごくめんどくさいので、ちょこちょこと説明をしながらやっていきたいと思います。どんな設定を作るかというとですね、まず、ホールドですね。このスイッチに、ホールドの設定をします。私ども普通の人と逆らしいんですが、地面、スイッチを地面に向けるとホールドで、スイッチを空に向けるとホールド解除。このスイッチに、アイドルアップの設定をします。地面に向けるとアイドルダウン、真ん中でアイドルアップ1、空に向けるとアイドルアップ2。あとですね、ジャイロの 6G と 3G の設定をこのスイッチにします。地面に向けると 6G で、空に向けると 3G ですね。で、あとデュアルレートの設定をこのスイッチにします。地面に向けると 70%、真ん中で 85%、 空に向けると 100% ですね。まず設定の第一段階としてカーブの設定をします。まずはスロットルカーブですね。ホールドしてる時のスロットルカーブですね。どんな時もゼロになっている状態のカーブと、あとアイドルダウンのスロットルカーブ、アイドルアップ1のスロットルカーブ、アイドルアップ2のスロットルカーブの合計4つを作ります。はい、そうしたらですね、 OpenTX コンパニオンで、送信機の設定を読み込みます。今回は18番に作りたいと思います。モデルネームはブラスト K110 としておきます。はい、他にもですね、このページで、周波数の設定とか、タイマーの設定とか、いろいろ重要な項目があるんですが、とりあえずですね、カーブの設定に行きたいと思います。はい、まずカーブ1にホールドのカーブの設定をします。カーブネームを HLD にしておいて、ポイントを2ポイントにします。で、両方とも0、マイナス100ですね。マイナス100にします。次にカーブ2にアイドルダウンのスロットルカーブを作ります。一番左がマイナス100、次がマイナス10ぐらい、次が30ぐらい、次が60ぐらい、次が100ですね。この60ちょっとおかしいですね。もうちょっと上げましょう。66、65ぐらいでいいですね。あとカーブの形状をラインズからスムーズに変えておきます。カーブの名前は IDN としておきます。次にカーブ3にアイドルアップ1のスロットルカーブの設定をします。これはですね、アイドルアップ IU1 にしておきます。ポイントの数をですね、3ポイントにして、180、100の設定にします。次にカーブ4にアイドルアップ2のカーブを作ります。名前は IU2 として、ポイントは2ポイントで100と100にします。はい、次にですね、ピッチカーブを作りたいと思います。ピッチカーブはですね、アイドルダウン、離着陸用のマイナスピッチがないアイドルダウン用のピッチカーブと、それ以外の時のマイナスピッチがある、ピッチカーブの2つだけを作ります。ホールドの時はこっちのマイナスピッチがある方の、ピッチを使います。はい、ではカーブ5にアイドルダウンのピッチカーブを作ります。名前は PDN とします。ポイントは2ポイントとして、左側をマイナス20、
右側をプラス55とします。ちなみにですね、マイナスピッチがないといってもマイナス20分のマイナスピッチはあります。次にカーブ6にアイドルアップのピッチカーブを作ります。名前は PUP とします。ポイントが2ポイントですね。左側がマイナス55、右側がプラス55とします。次にですね、ジャイロ用のカーブを作ります。で、この K110 なんですが、どうもジャイロの設定が 3G か 6G かのみで、機器の具合の調整とかがないようなので、多分カーブ作る意味ないと思うんですけど、一応作ることにします。それではカーブ7にジャイロのカーブを作ります。ポイントは2ポイントとして、名前は GYR、 左側をマイナス100にして、右側をですね、100ではなく特に意味はないと思うんですが90にしておきます。はい、次にフライトモードの設定をします。OpenTX のフライトモードって数字が若いものほど優先されるようになっています。ただし0は除きます。で、フライトモード0って使おうとするとややこしくなるので今回は使いません。つまりですね、ホールドのオンを、フライトモード1に設定します。それによって、アイドルアップとかの設定のフライトモードがどこにあってもホールドのフライトモード1が有効になると、その1が最優先されますので、どの状態にあってもホールドが有効になるとホールドになるという設定になります。ということで、ホールドがフライトモード1になりますので、アイドルダウンがフライトモード2、アイドルアップ1がフライトモード3、アイドルアップ2がフライトモード4ということになります。それではフライトモードの設定に移ります。さっきも言った通り、フライトモード0は使いません。フライトモードの1をホールドとします。フライトモード2をアイドルダウンですね。フライトモード3をアイドルアップ1、フライトモード4を、フライトじゃない、アイドルアップ2ですね。それではそれぞれのフライトモードのスイッチの設定をします。ホールドは、スイッチを地面に向けた時にオンになるようにします。あとはですね、好みの問題だと思うんですが、フェードアウトを2秒に設定しておきます。そしたら次はアイドルダウンのスイッチの設定を、アイドル設定をのスイッチを地面に向けた時にアイドルダウンになるように設定します。そしてフェードインを2秒に設定します。同じくアイドルアップ1の設定をスイッチを真ん中にしたとき、フェードインは同じく2秒にします。さらにアイドルアップ2の設定も同じようにスイッチを空に向けたときにします。フェードインは同じくじゃないフェードインですね。フェードインは同じく2秒にします。では引き続きインプットの設定に移ります。K110 はジャイロがスワッシュのミックスをするので、スワッシュミックスの設定は必要ありません。そしてその関連でトリムも禁止です。なのでまずエルロンのトリムを切ります。
続いてですね、エキスポの設定を60ぐらいにします。なってないですね、エキスポにして、60ぐらいにします。同じくエルロンも、トリムを切ります。そしてエキスポは60ぐらい、またなってないですね、エキスポを60ぐらいにします。そして次はスロットルですね、これはトリムだけ切っておきます。そしてラダーの設定も、エキスポを20ぐらいですね。であとトリムを切っておきます。はい、それではですね、ここからさっき作ったフライトモードの適用をしていきます。まずスロットルをですね、増やして4つにします。一番上をホールドとします。なので、カーブをですね、さっき作ったスロットルカーブホールドのものにします。でホールドはフライトモード1なので、フライトモードの1以外のチェックボックスを外します。2番目は、アイドルダウンですね。カーブを、スロットルカーブのアイドルダウンのものにして、フライトモード2を残して他のチェックを外します。続いて、フライトモード、アイドルアップ1ですね。アイドルアップ1のスロットルカーブを割り当てて、フライトモードを3だけにします。最後にアイドルアップ2ですね。これもアイドルアップ2のスロットルカーブを割り当てて、フライトモードを4のみにします。はい、あとですね、ジャイロのインプットが必要になるので、ジャイロのインプットを作ります。名前は GYR として、スイッチはジャイロの操作のスイッチを割り当てます。ですね、カーブはさっき作ったジャイロのカーブを割り当てておきます。続いて、ピッチの入力を作ります。ですね、名前は PIT として、ソースはですね、スロットルスティックですね。で、トリムはノーにしておきます。で、一旦 OK にします。そしたらですね、このピッチをまた増やします。で、一番上をですね、これをアイドルダウン用のピッチとします。ピッチカーブをですね、さっき作ったアイドルダウン用のものにして、フライトモードをアイドルダウンである、2番だけですね、2番だけを残して他を切ります。そしてですね、下の方のピッチを、ホールドと、アイドルアップ用にします。さっき作ったピッチカーブの、アイドルアップ用を選択して、ホールドとアイドルアップ1、アイドルアップ2である、フライトモードの1,3,4 だけを残して、OK にします。続いてミックスの設定をします。チャンネル4まではこのままでいいので、そのままにしておいて、チャンネル5がジャイロですね。さっき作ったインプット5のジャイロを割り当てます。そしてチャンネル6がピッチなので、さっき作ったインプットピッチを割り当てます。はい、続いてミックスの画面のまま、いわゆるデュアルレートの設定をしたいと思います。まずチャンネル1のエルロンをですね、3つに増やします。一番上をローレートですね。デュアルレートのスイッチが地面に向いているときに 70% にします。2番目がスイッチが真ん中になっているときに 85%、
次に、スイッチがソーラーを向いているときにハイレートで 100% ですね。このままですね。同じように、エルローンも3つに増やして3段階を作ります。はい、そうしたらアウトプットの設定に移ります。ですね、これはもう調べてあるというか分かっているので、設定をします。主だってサーボリバースの設定だけですね。上から順に、チャンネル1は逆転ですね。でチャンネル4も逆転です。これだけですね。サブトリムも禁止なので意味ないんですが、一応リニアサブトリムもチェックしておきます。ジャイロはいらないんでそれ以外ですね。そうしたら、最初のセットアップのページに戻って、タイマーの設定をします。まあ何とも言えないんですけど、とりあえず4分に設定しておきましょう。カウントダウンはボイスで、警告は10秒前からでいいですね。あとはタイマーのスイッチですね。ホールドの解除をすると、タイマーが動き出すように設定します。あとはですね、スロットルワーニングが意味がないので切ります。あと設定しないといけないのはインターナルレディオはオフのままで、エクスターナルレディオを、マルチモジュールの、双葉に設定を変えます。あとですね、このフリクエンシーファインチューンが必要なんですが、これは後でやります。はい、そうしたらですね、一回設定画面を閉じて、送信機にデータを書き込みます。そしてですね、一回バインドをしてみます。はい、それではですね、早速バインドしてみたいと思います。が、まあ、これ分かってるんですけど、まあ、できないはずです。はい。まあ予想通りなんですけど、できないです。これ、なんでできないかっていうと、ですね、こっちも双葉互換品で、こっちも双葉互換品なんですが、ですね、周波数がずれてるんですよね。で、お互い互換品で、まあかなりずれてるので、つながりませんということです。で、どうするかというとですね、さっき出てきたフリクエンシーファインチューニングというのをいじるとですね、こちらの周波数を微調整できます。で、微調整した結果として、こっちとつながるようになります。で、これ僕のやつも分かってるんですけど、だいたいですね、50ぐらいにするとつながるようになります。あ、もうつながりましたね。はい、バインドできました。で、ここからこのフリクエンシーファインチューニングの
調整をするんですが、ですね、電波がですね、切れるところの上と下を探ります。現在50ですが、これをちょっと上げていきますね。探るとですね、上はどうも80ぐらいが限界のようです。で、今度は下に下げていきます。はい、下は20ぐらいが限界のようですね。で、これはですね、上が80で下が20なので、その間に設定するといいということになります。つまり60ですね。これ皆さん一人一人違うと思うんですけど、僕の場合はの、設定値は60ぐらいがちょうどいいようです。では引き続き動作チェックをします。今ホールド入ってるので、動かない、回らないですね。でホールドを切ってスロットルを上げると回り始めます。でホールドを入れると切れますね。あとはアイドルアップですね。ジャイロの設定も効いてますし、ダークアップの設定も効いてますね。はい、大丈夫なようです。で、ですね、最初に設定していたフェードイン、フェードアウト関してなんですが、要はですね、フライトモードの切り替えの時にいきなり切り替わると操作しにくいんですよ。なのでですね、このフライトモードが切り替わる時に2秒ぐらい時間をかけて、切り替わるようにしていたのが、先ほどの設定していたフェードインってやつですね。で、ただしですね、ホールドをする時にこの2秒かかってホールドされるのでは困るんですよね。ホールドに関してはいきなりホールドに入ってほしいので、ホールドのオン以外に対して、フェードインで2秒かかるように設定することによって、各フライトモードの切り替えが2秒かかるように、ただしホールドにオン入るときだけは、一瞬で入るようにという設定になっています。それではですね、またパソコンに戻って、最後の設定をしたいと思います。はい、それではまたパソコンに戻って、設定の続きをします。さっき言ってたフリクエンシーファインチューンというのがこれですね。60じゃなくて50が正しいですね。あとはですね、スペシャルファンクションで、送信機が喋る、設定値を喋る設定を、やっておしまいです。K110 はテレメトリーは取れないので、本当にスイッチを操作したときに、決まったセリフを喋る設定だけとなります。あとは送信機に書き込んで全ておしまいです。かなり時間長かったと思いますが、お疲れ様でした。